100均で買いました。超強力マグネット。めっちゃちっちゃい。聞いてる話しちゃうやんか。そもそも届かへんやんか。終了や。お、むちゃくちゃ強いな。サイズさえあればいけそうやな。サイズ測ってみたい。奥行きが1880。ワイドが1530ぐらいか。どーんどーん。6100円。ふっくらウレタン入り吸湿発熱プラス蓄熱ラグ。サイズが1850×1850。ちょっと大きめやけど。わざと。気持ちいい。めっちゃ気持ちいい、マジで。マジ気持ちいい。やばい。最高すぎるわ。コロロ最高。また似とる。これ三連フルアクションカバージェノ。こいつで試していこう。こいつで試していた。全然届くやん。やってみよう。
けるんじゃない、弾けるパターンのやつちゃうのこれなあ。ちょっと洋酸味にはいるけど、絶対いけるやん。でもこれ寒い。いや今はあれやん、試しにやってるけど、これいけるよな間違いなく。いやこれほんまは、磁石は用意しませんよ。こうやん、こうやん、こうやんか。できたやん、これでいいやん。こっちから見たらどんな、見えへんねん外から柄は。これはいけるね、間違いないやろ。磁石だけいっぱい用意したらいけるやんな。あ OK、 これでいこう。ダイソーで超強力マグネットある分こうできました。23ミリと16ミリ2つ入っているやつもある分、ある分全部こうできました。でそれと、補修布の肘、膝当て、なんかこんなん売ってたからちょっとこうてみました。これをこれがニトリで購入した3連フルアクションカバージェノ、これを使ってハイエースの、カーテンというか、目隠しみたいなものを作りたいと思います。でこれを作るのにこちらのアイロン、アイロンを使ってこっちのカバーに磁石を仕込み、その磁石をこの肘膝当てで、この中にしまい込むような、まあ早速やってみたいと思います。
で。切って。でかこっちか。マグネットを。でポケットを作りたいと思います。これをここに仕込みます。冷まします。アイロンかけて主翼の帰りのところにかぶるように、まあこいつを貼り付けてめくると、こうポケットみたいにして、この磁石をここに仕込むようにしました。これをあと全部ちょっとつけていって、ハイエースのカーテンにしたいと思います。で、16ミリの方を間に入れて、外の方だけこの23ミリ。端の方だけ23ミリで。感じ。できました。よいしょ。今のところ磁石を4つ、1つに対して4つしか使ってないんで、もうちょっと磁石を増やして、
つけやすいように改良したいと思います。